つまり、アンはずっと、あずさわさんを守ろうと思っていたけど、そう思っていたのは、実は相棒として対等に見られていないからだったって気づいて、落ち込んでたんだね。改めてはるかに言われるときついな。でも、その通りなんだよね。ずっと、小羽を守らないとって思ってて。それが、私にとっても小羽にとっても一番いいことだって決めつけてたみたい。落ち込んではいるんだけど、でもそれ以上にそんな自分に腹が立ってさ。そっか、アンはそのあずさわさんってこのことが大事で、これからも相棒でいたいんだよね。もちろん。だったら今のアンの気持ちを素直にあずさわさんに伝えればいいんじゃないのかな。私は自分の気持ちをうまく伝えられなくて、一緒にいた子を傷つけちゃったから。どういうこと？私、アスランを辞めたでしょ？いろいろ言われたけど、私がアスランを辞めたのは、同じグループの子が不調の時に助けられなかったからなんだ。そうだったんだ。今は吹っ切れてるし、そのことも本音で話せるようになってるんだけどね。でも、もっと気持ちを伝えられてたら、お互いに傷つくこともなかったんじゃないかって。大事な仲間だからこそ、ちゃんと言いたいことを伝えないといけなかったって思うんだ。言いたいことを伝えるか。そういうのは私よりアンの方が得意でしょ。はるか、ありがとう。おかげでちょっとすっきりした。それならよかった。じゃあまたね、アン。うん、またね。私の本当の気持ちか。ただいまーって、父さん出かけてるのか。バータイムまで時間あるし、簡単に掃除して、その後少しだけ歌の練習を。ここで初めて小羽と歌ったんだっけ。ねえ小羽、私と組もう。私と組んで一緒に最高のイベントをやろうよ。私まだ全然力不足だけど、それでもアンちゃんと一緒に最高のイベントを目指したい。小羽に相棒になってって言って、それから一緒にライブに出て、あの時小羽の歌はやっぱり最高だって思ったんだ。きっとこのことなら一緒にラッドウィーケンドを超えられるって。いろいろあったけど、小羽も一緒に歌いたいって言って覚悟を決めてくれた。でも一緒に歌う時、小羽ってどこか自信なさそうだった。あんなに歌えるのに、なんでか悩んでることがあって。そういう時、いつも私を頼って相談してくれて。ライブがうまくいくと喜んでくれて。だから私、ああ、そっか。私、小羽に頼られて嬉しかったんだ。ずっと、一人で夢を追っかけてたから。小羽が一緒にいて、私を頼って、一緒に歌ってくれるのがすごく嬉しくて。バカだな、私。頼られて嬉しいからって、小羽のこと守ろうとして、歌をめちゃくちゃにした。相棒、失格だよ。相棒は、信頼して、背中を預けられる存在なのに。私は、こんなの、小羽のこと信じられてないのと一緒だよ。うん。アンちゃんは何も悪くないよ。せっかく盛り上がってたのに。本当にごめんね、みんな。もう小羽に、二度とあんな顔させたくない。小羽と、ちゃんと肩を並べて、歌っていきたい。だから、ちゃんと伝えないと。本当の相棒になるために。じゃないと私はいつまでも小羽の隣に立つ資格がないから。